どうもこんにちは。今回はですね、ランタンを買いました。これがですね、今まで使ってた、ランタン、いわゆるですね、ノクターンみたいな感じのランタンなんですけれども、こっちはガスで使う方。今回購入したのはオイルを使うタイプのランタンです。早速開けてみましょう。これね、サイズ感が分かりますかね。ちょっと大きさが分かりにくいかもしれないんですけども、かなりね大きいです。これはですね、デイツの80っていうハリケーンランタンなんですけれども、一応ね、かけるようにはなってますね。かけるようにはなってるんですが、どちらかというとこんな感じでテーブルの端っこに置いといて、キャンプの時間を過ごすみたいな、そういう使い方のランタンなんじゃないかなと思います。一応ですね、説明書がついてて、使い方ですけれども、このハンドルを持ちながらレバーを引くとすると、ここが出てくるので、これを倒すと、でこの状態で、こちらをですね、反時計回りに回すと、こんな感じでですね、2箇所で止まってます。これを外して、そしたらですね、この中が出てくると。作りとしてはすごくシンプルで、要はですね、この柔道の帯みたいなところ、ここがオイルを吸い取って、ここから火がつくということみたいなんですが、まあ、早い話が実報オイルみたいな感じですかね。でですね、これもなんか最初に加工しないといけないみたいで、最初ほつれてるところを切る。でほつれてるところを切ったら、今度はですね、山形にカットするって言ったらいいのかな。はい、こんな感じでですね、斜めにカットしました。で斜めにカットしたら、これを戻していって、とりあえずこれがあんまり出てないようにすると、合ってなかったらすいませんね。とりあえずこんな感じにしといて、じゃあですね、今度はここにオイルを入れていきます。今回用意したのはですね、キャプテンスタッグのランタン用パラフィンオイル。普通に灯油でも使えるらしいんですけれども、灯油缶とかは持ってなかったので、まあ初めてっていうこともありますし、高いんですけれども、こっちを使ってみようかなと思います。一応ね、ノートも持ってきたんですけども、とりあえずいけそうなんで、これでいってみましょうか。まあこれこのまま入れてもいいんだと思うんですけれども、結構ねこぼれる可能性が高いと思うので、とりあえず安全策ということでノートを使ってみましょう。でですね、一応注意事項ってことになるんですけれども、今オイルを入れました。でオイルを入れたからすぐ使えるわけではなくて、さっきの芯の部分がありましたよね。芯の部分に要はオイルが染み込んでからでないと火がつかないと、まあ、ついたとしてもすすが多いということになってしまうみたいなのと、あとは芯が焦げる、そういうことがあるみたいなので、しばらくですねこのまま置いてみようと思います。まあその辺もね、ジッポーライターとやっぱり同じような感じですよね。ちょっとね、せっかくなんで比較してみましょう。こっちのガスランタンと炎の感じをね、比較できればなと思います。さあ、火のつけ方なんですけども、ちょっとですね、本来のつけ方とは違うと思うんですけれども、長いライターを持ってないので、このままつけちゃいましょう。下がこれを持って戻さないといけない。よし、頑張れ。よいしょ。あ、ちょっとぐらいなら大丈夫ですね。
こんな感じか。いいですね。炎の高さは 1.5 から2センチとありますね。まあね、もっと燃やすことはできるんですけど、もっと燃やすぎるとすすが出たりってことでしょうね。ということで、まず火を消してみます。火を消すのは反時計回りに回すと、うん、消えましたね。ただめっちゃ焦げてますね。なるほど。今ちょっと説明書を読んでるんですけれども、説明書によるとですね、この芯を出しすぎたりとか、あとオイルが少なかったり、この芯への浸透が不十分だと芯が焦げてしまうということみたいです。なんか今テストした感じだと全てがね当てはまってるような気がするんですけども、でも何度か使っていくとこれ慣れそうなのと、あとねやっぱりね炎っていうのがいいですよね。明るさもね、一人で使う分には十分な明るさがあるんじゃないかなと思います。これは面白いな。どうしてもね、芯が焦げるのは焦げるらしいんですけれども、まあ正常に使っていればですね、だいたいその1ミリか2ミリぐらいしか焦げないみたいなので、これはね5ミリ以上多分焦げてるので、やっぱりちょっと使い方が間違ってたんだろうなと思います。まあちょっとこの辺は修行ですね。何回か使ってですね、感覚を身につけるしかないかなと思います。はい、ということでですね、今回はデイツのハリケーンランタン80、こちらをですねご紹介してみました。今回ですね、初めてこういうオイル式のランタンっていうのを購入してみましたけれども、まずはですね、この存在感と、あとはこの炎、実際に炎が揺れてるっていうのがいいですよね。今のところなんですけれども、キャンプに行ける予定がですね、おそらく年末になるんじゃないかなという感じなんですけれども、今のうちからですね、これを早くキャンプに持っていくのは楽しみでしょうがないなという感じです。このね、真っ黒なのもかっこいいですし、あと赤とかね、そういう可愛い色もあるので、これはね面白い。